大塚ちゃんです。ラットです。今日はですね、枯渇というわけで、こちらのね、結構なんか上手い人が使ってるイメージのある高回転の枯渇デッキですね。このフキアプリンセスのなんかたまにね、バルキリーの赤がプリンスだったり、なんかいろいろ変わってるは変わってるんですけど、まあ基本的に多分バルキリー、なんか X ボーマスターとかがね、こういうデッキをよく使うイメージがあるんですけど、僕の中では。まあ結構、まあね、さあ難しいのかな、なんかわかんないですけど、でもめちゃめちゃやっぱ回転速くてバレルいっぱい飛ばせるんで、結構なんだろう、今やってみたんですけど、家でクロスとかこのラバーとかにも勝てたんで、まあ、意外と結構いけるんじゃないかなと思いますね。枯渇って結構クロスきついのと、結構見た目ね、ラバーのポイズンとかラバーがなかなか止まんなそうなんですけど、意外と回転がね、回転が速くて速くて、回転でね、すべて持っていけたかなと思います。というわけで、こちら、グラチュラ今9勝1敗。さあ、ちゃちゃっと3連勝して、終わりたいなと思います。で、まあ、スペルがロケットがいいですね。クロスに当たった時にロケットじゃないと勝てなくなるんで、まあ、2コストのタルババとか雪玉入ってないんですけど、スペルはトルネロケですね。トルネロケ。でもロケットはクロスだったり、またゴレとかの大型にも刺さるっていうので、ロケは大事ですね、ロケット。で、まだ相手のデッキはわかんないですね。タルとコウモリなんで、バルーンとかの可能性はあるんで、一応リガー飛んでくるようにバルキリー構えて、わかんないですね、マジで。もう気持ち、このプリンセスが延命する感じのイメージで、バルキリー前にしてあげて、で今タルババ咲いてるんで、いやでもコウモリマスキャイ、これもう1枚で回るの、あこれ回りましたね、タルが飛んでくるかもですよね。あでもこれ相手が、あですよね。ここは一回トルネでキング起動します。ちょっと本当はロケで防衛でもよかったんですけど、やばい待って、これやばい、2発入るやつだ、危ねー。まあまあまあキング起動できたんでね、これはすごいでかいですね。で、まあ、タル雪だから、なかなかバレルは刺さんないんですけど、なんか、プリン、端前プリンとかしたり、端前から吹き矢とかしたりで、サイクルをね、いい感じにずらして、やっていきたいと思いますね。で、ここは、スケで内側に寄せてあげることによって、キング起動してるんでね、こんな感じで、結構、低コストで守れますね。バレル吹き矢したら、この吹き矢が入りますね。よいしょ。おいしい。で、これはプリンでいいかな。プリンに処理しつつって感じで、まあ、あとバルーンはロケでもいいんですけど、これはトルネでいいですね。これはトルネで吸ってから、この真ん中の辺でね、アイスピで凍らすと逆サイのタワーからも打たれてる時にバルーンが溜まるんで、よりねダメージが集まるっていうのありますね。まあ、プリンちゃん死んじゃうんで、次からこれをやるならプリンちゃんをこう両サイドに出したり、ちょっと工夫しないといけなくなるんですけど、相手は多分あれだな、ディガーはないですね。ディガーないバルーンだと思うんで、これロケ、普通にバルーンに対してはロケ防衛でもいいですね。よいしょ。あ、これはロケットプラスのこうスケで、ランバーをこう後ろにやってあげるとランバーに回ってるんですけど、やばい、やった。やばい、あいだーい。ちょっと今の僕の単純なミスでしたね。なんかゴブリンケージのこのゴブリンがちょっと厄介なんですよね。なんか、めっちゃ走ってくる。ランバーバルーンの氷のやつですね。一回やりたいですね。これはさすがに、よいしょ。こういう読みタルババとか来たらね、ちょっと怖いんですけど。まあ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 。で、ここはアイスピで、一回バレル飛ばして、これに、まあ絶対タル使うんで、この端前のプリンが残るわけなんですよね。で、ここをうまくこう活かしていきたいですね。よいしょ。フッキアで今射抜いてますね。OK。あはー、惜しい。で、ここはまあマスケしっかり処理して、またこれ、あトレネでもよかったですね。トレネと吹き矢とかだけでも守りましたね。たまに言ったらロケ打たせるっていう戦術だったと思います。まあ基本的にバレルにタルババ咲かせて、バレルにタルババ咲かせて、バルキリー吹き矢とかのこの後衛のね、この後ろの形で攻めていきたいですね。よいしょ。一回こう攻めます。一回攻めて、相手もなんかずらしてきましたね。ここは、まあ、ロケ打ちます。よいし
さすがにこれまあ爆破だけですね。こんな感じで右側がしっかり刺さってますね。美味しい。これめっちゃ美味しいですね。でこれはごぼうり受けるように後ろからバルキリー合わせてあげて、でロケットで防御すると相手のバルーン絶対通んないんで、でこれバルキリーの後ろに吹き矢とかプリンとか出してあげたいですね。この辺に。でこうバレル打ってこれにタルババを使わせたいですね。僕的に。ちょっと後ろにやってから、これでね、ロケで両方当たるっていう。あ、これ延命したい。あはこのバルキリーが遅い。バルキリーじゃないスピード遅いですね。はい、で、ここで、ここはこのプリンをどうするか、一回捨てようかな。あ、美味しい。で、このバレルに打たせて、って感じですかね。これやばい。危ない。今、打ったんで、シンプルにこの、キアプリンたちが今たまにいたらめっちゃきつい。てか、ロケットがあるわ。ロケット2周は、さすがにでも良くないんで、さすがにロケ2周はね、ちょっと怖いんでね。しっかりまだ、防止します。これもロケでいいっすね。まあ、ディガーがないですごい楽に立ち回れますね。よいしょ。しっかり ISP とかで防衛して、まあ、あと、でも逆にこの、ほんのちょっとが遠いですね。このほんのちょっとが遠いんで、これをしっかり削れるといいんですけどね、ロケで。ロケ、ワンチャンこれロケ打っていいですね。この、なんでかっていうと、今相手、ランバーも咲いてる。ランバーバルーンが今来ないんですよ、これ。この間にランバーバルーンが来ないんで。多分相手は無理やり回して左側にランバーバルーン、とかバルーンか。これだけだったら、別に守れちゃいますね。なんで、ここは、気合で守って、ロケットで。ギリ。よいしょ。ってな感じで、まあ、ディガーだったら、結構、もっと苦しいかもしれないんですけど、ディガーがないバルーンに対しては、まあ、ロケだけで、ランババルーンはロケだけが理想。で、バルーン単体だったら、吹き矢、まあ、アイスピのトレーナーとかで守っていきたいところではありますね。はい。あ、ウィングス。これあれっすね。CRL ウエストの海外のプロ選手ですね。よろしく。さあ、で、まあ、相手がウッドとか、まあ、タルババでしたね。タルババ持ってたら、基本的にバレルに打たして、バルキリー、フキアプリンとか、この後ろのね、形をしっかり作っていきたいところではありますね。ウッドだったら、この、同じサイドにバルキリープリンとかやっちゃうと、一緒にね、ウッドで処理されちゃうんで、まあ、この辺にプリンがいるときにバレル打たしてとかだったらいいんですけど、で、これは、まあ、一回攻めますね。よいしょ。で、吹き矢とかこの辺で防衛したいですね。ああ、相手は、まあ、テンプレですね。これ、ベビードラかインドラ来るんで、ベビー来たらロッキー打ちたいですね。ベビーが、まあ、それはうまい。僕、ちょっと厄介ですね。この縦の選手が結構厄介ですね。ここは、普通にバルキリーは出さずに、OK。で、これ、ディガー飛んでくるかな、もしかしたら。飛んでこなければトルネだけで。よいしょ。で、これまた同じですね。バレルは正直刺さんないんですけど、2周目バレルで、そのこっちが回転範囲で2周目バレルを刺していきたいっていうイメージですね。なんで、1回これ飛ばして、多分タルババ普通に棒で使うと思うんですよ。タルババ、タルババを裂かない。おー、めっちゃいる。ここで一回延命してダメージ稼いで、この吹き矢もいいですね。この吹き矢無視してくるかな。まだタルババは持ってないんで、持ってないというか使ってないですね。ここで多分相手はもうゴリゴリ一個折ろうとしてると思うんですよね。これ多分タルだけで防衛されるんで、普通に外して、ああ、そうですね。これ防衛したいな。でも気持ちまだしたいですね。ベビーロケット打って、ギガが来ますね。で、さすがに裏、これ ISP プラストルネードで防衛したいですね、僕は。よいしょ。これミリ残りになるだけで相手はこれにポイズン打たないといけないんで、結構きついと思うんですけど、僕もこれ、ロケット打たないといけなくなるんで、左にロケですね、僕は。相手ディガーかポイズンでも削れますね。このプリンセスプラスにポイズン打ってくるんですね。358はまあバレルで落とせないんで、さすがになんでロケで落とします。で、これは、スケ
けて、またここで内側で受けてあげて、よいしょ。いやー、こっからですね、問題がタルババサイト、ここですね、ここを狙っていきたいですね。僕からしたら結構結構チャンスです。ここでスケアイスピで回るんで、よいしょ、これで攻めたいですね。けど、あはやばい、これやばい、これマジでやばい。ベビドラが、ベビドラが鬼つらいんですよね。でもこう、いい感じに、いい感じに、歩き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 、待って、やばいやばいやばい。しかも、僕の全然攻めが通ってないっていう。あ、やばい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 。これラバーにさっき勝ったんだけどな、これ。よく勝ったっすね、マジ。あー、これは、多分、もうスペルで落とされますね。多分、これいい感じに防衛されて。はい、って感じで負けちゃいたんですけど、多分 1-0 で勝ちたいですね。これは 1-0 で、まあ、うまかったですね。タルババ毎回使わず温存されたんで、ちょっと通んなかったんですけど、いやまだちょっとまだね、まあ、2敗なんで。あー、これスカイはグラチャでね、ずっと周回してる、まあ、海外の上手い人ってやつですね。よろしく。なんで、まあ、バレルが通んないときはキャンディバレル、バルキリフキアとかでやりたいんですけど、で、2周目のバレルで、結構ダメージを重ねていきたいんですけどね、それが、さっき言ったように、うまーく止められるとなかなか難しいっすね。アイスピで止めますね。よいしょ。ペッカですかね。さすがにペッカ。これはもうペッカ控除ですね。さすがに。で、これもう後ろつけて、まあ、バルキリー吹きやバルキリープリンが絶対出てくるシーンで、ポイズン打ってくると。あー、そういけね。あー、まあ、天命できなかった。これ今延命したかったですね。で、ここ有能工場、ダクプリカですね。で、この後に、今サンガゴも回ってる。サンガゴ、バルキリー咲いたんで逆サイに工場サンガゴぐらいですかね。相手がしてくるとしたら。ああ、むしろサンガゴ。まあ、バレルを飛ばせば相手は多分ポイズンザップなんで、絶対にダメージが通りますね。ダメージが通りますね。なんですけど、いい感じにね、バルキリープラスのとかにしたいですね、こっちからしたら。これ、ポイズンかな。はい、いいポイズンですね。で、有能を、できるだけ初めにキング起動したい。有能かダックプリでもいいんで、早く相手にこう出してほしいですね、なんで。これ、バルキリー裂いて逆サイ有能誘って、キング起動したい。やばい、待って。危ない、危ない、危ない、危ない。なかなか相手が出してくれないんで、一回バレル飛ばします。これ、橋前ペッカとかしてくるとうまいですね。エレキの前とかに。危ない。怖い、怖い、怖い、怖い。キング起動したいですね、マジで。マジでキング起動したいですね、本当に。あ、いっただった。ダクプリ側に、あれですね、バルキリー出して、ペッカ側にスケでやると、今のはね、いい感じに多分受けれてましたね。ペッカダクプリ作られてもダクプリにバルキリー当ててペッカが微妙に歩くその間にスケルトンを間にね挟むと結構いい感じになると思いますね。これ多分めっちゃ相性いいっすね。これめっちゃ相性いいんでめっちゃ勝てそうっすね。よいしょ。やっぱ始まりペッカワンチャン来るかな。来ましたね。これはまあ気合で守りたいっすね。よいしょ。よいしょ。で、ここペッカにバルキリー殴らすと痛いんで、で、これ、もうギャンギャン多分バレるっていいっすね。ギャンギャン打てば打つほど多分相手はきついんで、よいしょ。でも僕もこのカウンターがね、微妙に怖いんでね、攻めすぎない程度に攻めていきたいっすね。よいしょ。相手、ケツペしたんで、これ普通に逆サイ、バルキリーバレルで攻めて、よいしょ。よいしょ。いい防衛ですね。で、このカウンターを守れるかどうかっていうのにかかってきますね、僕は。これでもいい感じに。いい感じにいけそうですね。よいしょ。で、これは、まあ、キングギブし、ああ、でもこれ取れないスピードかで多分。よいしょ。これ、キング起動マジでしてないと負けですね、逆に。これ、キング起動してるからこそ、意外と、キング起動してるんですけど意外と押されるんでね、してないとも負けですね。これ延命します。で、
もう絶対だるいですね。絶対だるい。もうバル打っちゃいますね、これ。まあ、左でもよかったですね。両サイドに相手のユニット咲かせた方が、このカウンターが苦しくはないん で, で。いっぱい来たらロッキー打ちます。これ逆エスタイなんで。よいしょ。これもトレネで。気合いのトレネで。やばい。逆やばい。この左の三角が、三角が、いやー、なんかめっちゃ熱い戦いになってる。左 U のクルスの始まり。おい。で、この右のエレキはもう強します。この2200なんでね、多分。全然、あと1000ぐらい。もう1500ぐらいなんなら削られていいんで。これでもロケ圏内になって、GG ですね。よいしょ。まあ、あの、プリンセスがこの真ん中ぐらいですね。橋とタワーの真ん中ぐらいに歩いてるところは、結構あの、橋前 U なんで、ピピピピピピって、あの、2回のピピピで、あの、タワー殴るんで、結構、狙い目なんですよね。自分が逆に U の使ってる時は狙い目なんで、逆にね、その U のが来るんじゃねっていうのを警戒するだけで、その、逆に U の分がね、バルキリーでアドになって、はい、美味しくカウンターできますね、今のは。というわけで、さあ、ラスト。ラスト12勝目ですね。あの、チンクロスとか多分来ると終わりますね。あの、防衛クロス置かれて、ロケット打たないと、クロスが残っちゃうんで、ロケット打つんですけど、そしたらロケット削りされてっていうので、多分、100勝てないのが遅延クロスぐらいだと思いますね。でもそれ以外だったら、なんかまあ、あとはサイクルとか、うまくやればやるほど、鬼戦えるんじゃないかなと思います。あの、KK とかこういうのめっちゃうまそうですけどね。もともとコカツ使えますし。はい。コカッちゃんですね、コカッちゃん。マッチングが、来た。ほーん、よろしく。で、これあれっす。あ、待ってごめん。やばい、待って待って待って、やばい、やばい、なんで。あれっす、ちょっとあの、ISP バレルしようとして、やらかしました。マジで申し訳ない。で、これトレナリ緊急度したいんですけど、ユーノのダメージが微妙に、あの、ゴブリン。で削られてるんで緊急度できない可能性が今あったんでやめましたね。いや持ってーねー、もう一回ピック工場だ。いや今の、いやマジで申し訳ないです。何やってんだっていう。ここマイスペ止めて、あーペッカですね。なんかめっちゃ早いっすよね、ペッカ展開が。僕のデッキ知ってんのかっていうぐらい。ここはしっかり守りたいですね。で逆サイバレル飛ばそうかな。飛ばすか、一旦飛ばして逆サイもケアで受けたいですね。やば。あえてフル虫ですね、マジ。よいしょ。あ、この間にアイスピで凍らしたいですね、あの。ダクプリ。やばい。やばい。やばい。危ない危ない。あの、この、危ない危ない。痛い。ちょっとキングに吸って。やばい。待って、待って、やばい、やばい。やばいって。これは、終わったなぁ。これは終わったなぁ。終わったと思うんですけど、ちょっとまだ参りたいと思いますね。相性はいい。めっちゃいいわけではないと思いますね。枯渇なんですけど、あの、火力自体がないんで、ペッカがだるいっていう。なんで、めっちゃ相性がいいわけではないと思うんですけど、全然勝てないわけではないと思うんで。よいしょ。あー、これあれっすね。絶対、端前ペッカ来ますね。これ、アドが今やばいっすね。端ペきますね。いや、来ないか。さすがに。よいしょ。この三画後、この三画後やばい。この三画後だけでタワー落とされる。あー、まあ今日ですね。じゃあ一回、立て直します。バルキリーバレルがいい感じに決まれば絶対入るんで、あの、あれがないときに。三画後です。三画後がないときのバルキリーバレルが絶対刺さるんで。よいしょ。で、これは、まあまあいい流れではあるんですけど、まあまあいい流れではあるんですけど、ペッカがなかなか解けないですね。さあ、こっからですね。こっから、あと30秒で、あれが絶対フルボーしてくるんで、そこはむずいっすよ。でも、後ろに3が来る、おば。あー、うまいですね。けど、でも普通にこれきついと思うんですよ。絶対。ですよね、絶対きついよね、絶対きついよね、絶対きついんだけど、え、防衛うまっ。うわー、負けたなー。12勝したかったな、マジで。さっきこれ勝った相手に、あのデッキがですね、さっき勝ったデッキにこう負けるのはめっちゃ辛いですね。シンプルにちょっとあの細かい細かいアイスピの使い方が
まだまだまだだったなっていう感じですね。あのペッカダクプリ作られた時にバルキリーとスケア当てるんですけど、ダクプリにバルキリーでペッカにスケア当てるんですけど、まあ、スケアがなかった時にダクバルキリーだけだったらやっぱペッカダクプリに溶かされちゃうんですよね。なんでそこを早めにアイスピとかで凍らせて、できるだけバルキリーで削らないとペッカダクプリにやられちゃいますねっていうので、最後ね負けちゃいましたね。はい、なんでこちらはまあぜひねちょっと使っていただきたいですね。このコカツも毎回言ってますけど、はい、まあお試しでもぜひぜひ皆さん使ってみてください。というわけで今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。